ごきげんよう、リオロスです。それでは本日もときめきメモリアルガールサイド1やっていきましょう。はい、ちょっと風邪ひいて咳が止まらなくなって 2,3 日休みました。すいません、失礼いたしました。じゃあやっていこうということで、メールが来てるんですね。はい、なんかいっぱい来ていたすごい、うふふ、怖い怖いメール来てたやっぱ怖いんだよこの子、たまちゃん、うふふ。何、リオルちゃん最近すごく元気だね。リオルちゃんが元気だと私も楽しくなっちゃう。また一緒に遊ぼうね。おやすみ、たまみ。怖いタイトルが怖いんだよ。なんか何だろう、何を言いたかったんだろう。急に遊び始めたからかな、この辺から。はあ、これ下の顔もちょっと怖いんだよね久しぶり。え、誰、わー久しぶりにメールコーナー。もういい、過去のことは水に流す。え、何もしてないのに、何もしてないのに何も調べても仲良くなんのか。だって私たちは今を生きてるのさ。もうあんたに話したいこと溜まって溜まって大変だったんだから。いや、こっちは結構でございます。そういうわけでこれからまたガンガンメール送るからね。覚悟完了。あ、まあ開かないけどな。ではでは。ガンガンするって言いながらしてないな、来てないな。まあ返信してないからな、私も。これあれかな、この間二人で歩いて映画見に行ったのを発見した時の話かな、後かな。もう勝利者宣言だったのかな、あれは。おお、なんその一番上の円マークはピースサインだよな、それ。うわ、こいつやってくれるぜ。で、アリサさんセントバレンタインね。はい、憂鬱いきなりそのスタートか。バレンタインチョコって誰が始めたのかしら。なんかどっか、なんかチョコ会社のあれらしいですけど、本当に迷惑。チョコをもらえない男子も肩身が狭いでしょうけど、チョコをあげるあてがない女子にだって同じくらい居心地が悪いもの。あ、そんなもんなんだ。あなたはいろいろあてがありそうね。私の分も楽しんで、志保友チョコとかでいいじゃない、うん、友チョコとか自分チョコとかでダメかな。またさらに増えた。また徳川さん、久しぶりに身長測ってみたんだけど、また少し伸びたみたい。もうそろそろ止まってくれないかな。憂鬱、しよう、また憂鬱どうした、別にいいじゃん、スレンダーでいいじゃない、モデル体型でいいじゃないねえ。それはそれでいいことだと思うよ。まあでも高い人は高い人なりの悩みがあるんだろうな。服とかあんまり合うものが少ないとか出てくるんだろうな。可愛いの見つけたけど身長高い人用のが売ってないとかあるんだろうな。なるほどな。さて、でどうする、どうすればいい。私は魅力はもう行くな。でもあれだよね、気配りあげなきゃいけないんだよね。そういえば一中で大学に入るために、なんで大学に入るために気配りあげなきゃいけないんだが、わからんが。もうたまちゃん、たまちゃん、もうたまちゃん、たまちゃん一筋。何、あ、そっか、バレンタインか。姉ちゃん、はい、起きてるか。おす、起きてます、おす。こらつくし、ノックぐらいしなさい。いつも言ってるでしょ。気持ちよく、はいはい、ね、もう3回目、3回目、まったく。3回目、支度して学校に行くぞ。ギリチョコあげない、ちょっとバランス取りたいんだよね。バランス取りたいんだよ。で、先生と、渡るはクリスマスに来た。で、先生はその後に神社に来た。で、この間ダブルデートでは三原くんが来た。四季様が来た。で、この三人はもう OK なんだよね。で、騎乗くんもデートしたから、この間。っていうか多分もう夏民に取られてるような気がするから、森村くんに義理チョコあげて、なにこれ、バランスを取るの難しいゲームになってるんだ。さけくん、あ、徳川さん、どうしたんですか。この間の服装が可愛かったよ。はい、バレンタインのチョコレート。あ、ありがとう。美味しくいただきます。ギリだけどな、すまんな。まあ、こんなもんだよね。で、高級チョコを葉月くんにあげて、やっぱりケイくん、やっぱりなのか分かんないけど、ケイくん、なんだ。はい、チョコ、はい、どうも。
はいどうも、はいどうも、お疲れお疲れ、こっちから言ってやったぜ。で、頑張って作った手作りチョコを鈴鹿くんにあげるという。まあ、このチョコ一つで逆転はできないかもしんないけど、ちょっと頑張れ鈴鹿、男を見せろ。鈴鹿さん、ん、なんか用か、時が、なんで鬼城くんは呼び捨てで鈴鹿くんは鈴鹿さんなんだろうな最終的に、はいこれバレンタインチョコ。手作りか。手作りです。はい、徹夜して作りました。弟と一緒に作りました。そっか、はい、ありがとな。弟の嬉しいぜ成分も入ってます。まあこんなものか、こんなものなんだ私の徹夜こんなものなんだ。ゆぞうたま、くらえたま、たま気配り、気配りあげてくれ。本読んでくんのはサック、いやサック、いやサック、いや、サクヤくんって呼び捨てできるのかな、ここに来て呼び捨て。おいサクヤ、おいサクヤ、お、いける、いけるんだ。一歩近づいたのかなこれ。一瞬喫茶店は寄ってくんないよな、本読みたいんでって言われるんで、一緒に帰ろうぜサクヤ。何読んでんの。あ、徳川さん、はい、これガーデニングの本なんです。おお、もう受験なのに本当に余裕だな。この間もガーデニングしてたな。今日はこれから寄るところがあって。一緒に寄る、一緒に寄っちゃう。そう、それじゃ仕方ないで。ごめんなさい、それでは失礼します。これギリチョコでちょっと拗ねてんな昨夜。よし、気分あり、あった80は行きたい、80は行きたい。あと3、あと2 ちょっとあと何日ある。あ、もうラストデート。いや、このフリマ気になるんだよななんでここにフリマがあんの。なんかすごいもん売ってそうで気になるんだよな。56円でなんか買えるかな。え、これ何これ。え、これひょっとしてクリアした後セーブしたらその服装を維持したまま2周目に入れるとかそういうのあんのかな。じゃなければここに服がある意味がわからんよね。え、じゃあここデートできないなデートできないな。最後に一人を満喫するか。いや、もう最後もタマミと遊ぶ。タマミ2個あげてくれ、頼むぞ。キクバに2個あげてくれ。2個でいいんだ。贅沢やない。よし、よくやったタマミ、よくやった。80で足りるかどうかは知らんが。で、あとは99しかない魅力を上げていくか。学力が150切っちゃったのが気になるな。最後に先生と一緒に勉強すっか。先生お願いします。はいはい、上がんない。うん、さあ今日はいよいよ、あ、もう受験か。大学もちろん、どこの大学受けようかな。一流で行けんのかなこれ。留年ってなったらどうなるんだろう。いや、滑り止めとかあんのかな。一流で大学にしよう。受けるからにはトップを目指せ。はい、トップを目指せ。全力を出して頑張るぞ。うわー、終わり。今150なでも意味がないんだが、ただ魅力が下がっただけ。よし、出かけるぞ最後に一人で買い物に出かけるぞ。気になるんだフリマが。最後のフリマってなんだこれ。ラッチャイラッチャイ、なんなんこれ。いらっしゃいませ。おお、何売ってんの。お、コスプレ売ってない。手厚でざっくり編みのニット、ボトムリメイクデニムスカート、アクセサリー、何このハテナ。あ、マフラーがハテナにしか見えないこのラインナップで私は何をすればいいの。え、とりあえず買う。え、一体何なんだこのフリマは。何のためにあんだこのフリマは。うん、いいかもしれない。あ、そっか、フリマとか行けば帰りに誰かに会える。それか、そのためか。え、会わない。え、何だったの。え、本当に何だったのこれ。罠じゃん。お、え、じゃあと一日何して過ごす。最後に夏見する。あー、夏見しなかったさあ来たぜ卒業式当日。結局、あ、天の橋さんだっけ。天の橋さん何も来なかったな、あれか。それでは理事長のままだし。
これが私から諸君へ送る最後の言葉です。悲しいな。胸に希望を持て。お、希望を捨てなければ諸君は決して負けることがないのだから。負けない私。人生は時として諸君を打ちのめす。おお、そうだな。全てが虚しく思えることもあるだろう。おお、挫折を知り、しかし信じてほしい。立ち上がれ諸君には。この学園で養った大しい翼がある。羽ばたけ。私は信じ、羽ばたくのだ。諸君が自らの翼で、おお、どんな困難をも乗り越えていく。大丈夫かな、この後すごい困難が待ってそうなんだけど。さあ、いきなり困難来そうなんだけど。今諸君の目の前に、おお、未来は無限に広がっている。この時点ではまだ合格分かってないんだよね。諸君分かってんのかな。羽ばたけ。羽ばたか。羽ばたけ。本当に行った。うわー、 I can fly、 We can fly。 今日でこの学園ともお別れか。あー、切ないな、これ。切なさを表してんな、この卒業式の後のこの教室の雰囲気。3年間本当にいろいろなことがあったな。やっぱりちょっと寂しいな。ん、ん、ん、教会への道、それ教会来た。そういえばこの教会、入学式の時は扉に鍵がかかってたっけ。開いてる。やっぱり閉まってんの。な、閉まってんの。もうバッドエンドってことじゃんこれ。おーい、姉ちゃん。つくしが来た。お、念願の弟エンドじゃないのこれ。つくしすごい悲しそうな顔してる。ふうじゃない。まったく。あれ、姉ちゃん歩くの早いよ。あれ、先生も来ない。そうかな、いつも通りに歩いてたんだけど。でもやっぱりまだまだ私の方がつくしより歩幅が広いのかな。だけど完全につくしモードになってる。つくしなモードになってるよこれ。け、今に見てろよ、すぐに逆の立場になるんだからな。まあそうだな、中3ぐらいには抜かされるかもな。はいはい。それでもって、お、もっとかっこよくなるんだ。お前はなるだろうな。あ、でも可愛い系目指してった方がいいんじゃないの、君は。どうなんだろう。うん、俺が弟であることを後悔させてやるぞ。大丈夫だ、弟だっていけます。私いけますよ。へえ、それは楽しみ。くぅ、初めて見るこの表情、いいじゃない。あ、マジでマジでつくしエンドになった。教会の扉が開かない。そういうエンドがあるのか。しかも一流れ大学落ちてる。こうして私の高校3年間は幕を閉じました。卒業後、私は専門学校に入学。思い返せば勉強ばかりしてた気はするけど、してたけど何も起こらなかったぞ。おお、お、おお、ちょ、ちょ、待って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 、という夢を見たのさ。はい、受験日まで帰ってきました。いや、さすがにね、さすがにバッドエンド以外はちょっと、バッドエンドはちょっとってことで、うん、時を止めて、はい、時を戻して、就職試験を受けてみるってのはどうだろう。就職試験を受けよう。どこの企業を受けようかな。一流商事、一流大学はダメだったけど、一流商事ならいけるんじゃないか。どうなんだ、一流商事にしよう。就職の方が厳しいかな。全力を出して頑張るぞ。いけ、もう全てを出し切れ。もう無理だ。いけ玉、いけ玉。バレンタインは一応同じように過ごしました。で、この日曜ね。この日曜もなんかあるかしら。魅力100にすると変わったりするかな。よし、魅力100。そうだ、魅力が足んなかったね、きっと。それだ。100あれば、きっと彼も振り向いてくれるはず。彼が誰だかわかんないけど。彼が誰だかわかんないけど、振り向いてくれるはず。さあ、羽ばたくぞ、私。今度こそ羽ばたくよ。羽ばたけ、羽ばたくんだ、飛ぶんだ。さあ、扉が今開かれる。扉が今、そういえばこの教会、入学式の時は扉に鍵がかかってたっけ。いや、パンチ。
その窓、横の窓、窓、窓から入ろうぜ。おお、マイブロザー、マイブロザー。なんでお前も悲しそうなんだよ、本当に。なんてこったい。私一流れ大学も落ちた感じ、落ちた感じ。どんな感じ？一流れ大学、一流れ企業も落ちたの？あ、専門学校に入っている。なんてこったい。長ーなんてこったい。はい、というわけで、ちょっとあの後二流れ大学とかもやってみたんですけども、結局教会の扉は開かれませんでした。はい。いやー、金色のコルダとでは慣れてたんだけど、トキメモでまさかバッドエンド出すとは思わなかったな。難易度はそんなに難しいわけでないはずなんだけど、トキメモの方がね。ちょっとさすがにフラフラしすぎたようで。さあ、というわけでですね、トキメモは1回で、終わろうかなともはちょっと思ってたんですけども、さすがにこれでは終われないので、もう一周したいと思います。はい。で、まあでも、1周目やった価値はありました。何かというと、このフリートークの中に、オリカスハイさんのメッセージが入っております。つくしだよね、絶対つくしだよね。そっか、つくしオリカスハイさんだったのか。つくし役のオリカスハイです。ほら、そうだよね。そうだよね。これは僕が個人的に楽しんでおきます。バッドエンド出したものの、特権だよこれは。いや、バッドじゃない、これはバッドではない。私的にはバッドではないぞ。っていうか、こんなにいたっけ、こんなにいるの。え、誰？ゴロちゃんとかもいるのこれ。そうだよね。メインが5人で、先生がいて、で、理事長と、あと、外人の人と、あと誰よ。あと誰？誰だよ。はい。まあ、わかんないですけど、はい。というわけで、もう一周行きたいと思います。もう一周は、ちょっともう一人に集中しようかな。さすがに。ね。はい。というわけで、もう一周お付き合いください。よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。チャオ。なんてこったい。